大覚寺。大覚寺は、京都州京区佐賀にある、新本州大覚寺派大本山の寺院。三号王佐賀山と称する。本尊は、不動明王を中心とする五大明王、海岐は佐賀天皇である。佐賀天皇の離宮を寺に改めた、皇室ゆかりの寺院である。また、郷座法王がここで陰性を行うなど、日本の政治史に深い関わりを持つ寺院である。また、 佐賀天皇流祖と仰ぐ稼働佐賀五流の掃除書、家元である。時代劇の撮影所が多い渦政の近くということもあり、寺の境内、大沢家や明智門などは、特に時代劇の映画やテレビなどの撮影によく使われている。佐賀野の,の北東に位置する、この地には、平安時代初期に在位した佐賀天皇が離宮を営んでいた。佐賀天皇の信任を得ていた空が、 利休内に五大名を安置する道を建て、手法を行ったのが起源とされる。佐賀天皇が崩御してから三十数年後の上岸十八年、八百七十六年、王女の政子内親王、淳那天皇皇后が利休を寺に改めたのが、大覚寺である。淳那天皇の御子、佐賀天皇には孫にあたる、常貞親王、久し弱、豪弱法親王、人妙天皇の敗退子を、 解散、初代住職とした。鎌倉時代の徳治三年、1308年に、五宇田法王が大覚寺を再興した。法王は、伽藍の整備に力を尽くしたため、中高の祖と称されている。また、ここで陰性を行ったため、佐賀御所とも呼ばれ、法王の父である、亀山法王から続く系統は当時にちなんで、大覚寺塔と呼ばれ、五深草天皇の系統の寺明院塔と、 交代で帝についた両党鉄律。この両系統が対立したことが、後の南北朝分裂につながったことはよく知られる。元中九年、1392年、南北朝の和解が成立し、南朝最後の天皇である、五亀山天皇から北朝の五松天皇に三種の神器が引き継がれたのも、ここ大覚寺においてであった。ただし、 南北朝時代を通じて南朝方人であったというのは事実でなく、南北朝分裂後に、南朝方の西閻法親王・後宇田法王の御子と、北朝方の関村法親王・亀山法王の御子が、相並ぶ分裂状態が続いたものの、南北朝が和解した時期には、北朝、室町幕府法の有力院となり、後に、室町幕府三大将軍であった、足利義光の子、 義明を門石に迎える祖父となった。このように、皇室ゆかりの寺院であり、代々法神皇が住職となった門石寺院であるため、現在でも古書風の雰囲気が漂っている。古書跡地が国の史跡に指定されている。皇室ゆかりの寺院である大閣寺には、宮廷風の建築や皇室ゆかりの建物を移築したものが多い。ガランの中軸線上には、 南から、直子門、唐門、三影堂、新行殿が立ち、三影堂の東に、五大堂、西に、新度の、新度のの北側に、聖新殿が立つ。これらの建物の間は、屋根付きの廊下で結ばれている。仮覧の中心部に位置しているのは、本堂にあたる五大堂ではなく、佐賀天皇他の歴代天皇が書者した般若新行を、収める、新行殿である点が注目される。 このほか、ガラン東側の大沢地周辺には、駒堂、大日堂、聖天堂、御社明神などの聖道や、昭和42年、1967年建立の、新行法塔、多宝塔などが立つ。大沢池は、中国の道帝をもして、佐賀天皇が築造したものと言われ、平安時代前期の名残をとどめ、日本最古の庭池とされている。 当時の東風文化の面影を今に残す園地は、池の北方約100メートルにいる、名古祖竹跡と,と共に1923、大正12年に国の文化財として名称に指定されている。毎年、中秋の明月の頃に、大沢池に船を浮かべて、寒月の夕べが催される。大沢池は、佐賀院の園地を引き継ぐものと推定されているが、 これは南東に緩く傾斜する地形を利用して南から東にかけて長い包みを築することで北西側からの流れをせき止めて築造された。この池はまた周辺水田の灌溉用水として重要な役割を果たしてきたことが知られている。池の北岸沿いに西から天神島、庭古石、菊の島と並んでいて、この二島一石の配置が 加藤佐賀五流の基盤とされている。天神島は佐賀天皇による造園当時は陸続きで、出島城に北から大沢池へと突出した形状をなし、東西両側が入江城に入り組んでいたと想定されている。庭戸籍は古瀬かな丘が建てたと伝えられる、西行、三下州。菊の島は佐賀天皇が菊を栽培した場所とされるが、最近の発掘調査で、 島が現在の形になったのは室町時代だったことが分かっている。昭和56年から始まった発掘調査によって、名古祖滝屋との現存する滝石組のうち、二国は当初の位置にあるものの、その他の石は広大の手が加わっていること、滝から流れる豊富な水流が、その南方に開作された幅5から10メートルの多高校大部分がつぼりを通って、 大沢池へ注いでいでたことが、明らかになっ蛇行孔は自然の流れを模して作られた庭園のやり水施設であったと考えられるその後藤原近藤が滝の音は与えて久しくなりぬれどなこそ流れてなお聞こえけれと歌ったように平安時代末期には滝の水がすでに枯れ西行の和歌には滝石が会員の宮に運び去られたと記されている天挙 2000年、平成12年までに、指定の国宝、重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。京都市 AA バス、京都バス大閣寺下車すぐ、国立歴史民族博物館の、休行給料取り調べ長データベースより算出した。 幕末期の大学事業は以下の通り、4村1016国余り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。